お待たせ、福岡ソフトバンクホークス対、そして打席には岩村が入っています。さあ2アウトにはなりましたが、得点圏には同点のランナー、ここはしっかりしのいでこのリードを保っていきたいですね。なるほど、そうですよね。変化球打った、切れました、ファウル、フェアならば同点かというところでした。このピンチ空振り三振に切って取りました。ホークスの追撃を許しませんでした。3アウトチェンジ、ご覧いただきましょう。最後は三振で同点のピンチをしのぎました。ここで三振を取れるのがいいですよね。打順は1番に帰ります、バッター鈴木。まあここで攻撃の手を緩めずに最後まで攻め続けてほしいですね。いい当たり、田中、スリーアウトになりました。バッターボックス両川、前の打席はカーブをうまく打たれましたから、今度はその使い方を考えたいですね。さあここはどういった攻め方をしてくるか。低めはボール、変化球空振り、試合終了。試合を制したのはソフトバンクホークスです。